はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。本日は365日のソロギターをお届けいたします。本日お届けするのは森の熊さんになります。ぜひ見ていってください。はい、本日お届けする森の熊さんですけれども、皆さん一度は歌ったり聞いたりしたことがあるんじゃないでしょうか。今日はですね、これをソロギターでお届けいたします。演奏の後にね、ちょっとした解説もありますので、演奏してみたいなという方はぜひ見ていってください。それではお聴きください。森の熊さん。それではですね、ちょっと演奏の解説をしていきたいと思います。まあ、特徴的なのがですね、このチャッ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 っていうのが基本的に2拍目にこう入ってきてるっていうことですね。で、チャッて入れて、そしてそのままこの6弦を弾くっていう、こういうダッ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 、基本的にこういうリズムが入ってるというイメージでアレンジしてあります。で、このチャッチャッチャに関して言うとですね、結構できないよという方がね、割と多かったりとかするんですけれども、親指をですね、前腕の回転ですね、前腕の回転を使ってこう当てに行くっていう感じでやっております。親指だけで動かしてこの音を鳴らそうとしてもなかなか難しいので、親指自体は動いてないです。親指自体動かないでパッていくって感じですね。で、これについては詳しく解説した別の動画がありますので、そちらを見ていただければなと思います。じゃあちょっと弾き方いってみたいと思いますね。ちなみに最初の歌い出しのとこなんですけども、こういう風に入っていきますので、この 3,2,3 のところはですね、実はこの G の薬指押さえながら、もう小指と中指で行ってあげてます。その方がこの次の頭に入りやすいからですね、これでいってます。でもこれが無理だよっていう方は、まあ、できる指でやって、こうやってこの瞬間にこうやって変えたりとか、ただここで3にね、この薬指で入っちゃうとまたこっちに移動させないといけないので、そうなってくると多分ちょっときついかなという気がしますんで、まあ、でやったとしても人差し指と中指の組み合わせでやってこういくかなっていう感じですね。僕の場合は小指と中指の組み合わせでやって、もともと6弦の3フレットを押さえたままでここで始まってますね。ちょっと難しいかもしれないです、ここは。で、そして、こういう、ダウンストロークの、マークが、記号が入ってるところですね。それはですね、指定された、この場合だと4弦と3弦です。4弦と3弦だけをダウンストロークするイメージで、こう、ダウンストロークしてあげて、次につなげていきます。例えば次のここも、2段目5小節、0、2ですね。ここも、そこだけを弾くイメージでダウンストロークしてみますね。ここは0、2、3、0、全部弾いちゃっていい。で、次、ここポイントなんですけども、9小節目ですね。ここでですね、こうやっていくこともできるんですけど、これを中指で押さえちゃうと、次にこういう風に入らないといけなくなってくるんですね。そうすると、ここでメロディーがつながりづらくなってきますので、この9小節目の2拍目の000のとこで手を離してあげて、人差し指でこの2に入ります。で、これがポイントです。で、そして次の頭に中指と小指でまず入ってあげて、そして次の2弦の3フレットメロディー移った時に薬指で入ってあげると、ちゃんとメロディーがつながるっていう運指になってますね。なんでここを気をつけてください。こうやって最後まで、で、行って2番に入るときにまたここで伸ばしながらで入ってもいいですけど、例えば完全に音切ってで入ってあげた方が、まあ、ちょっと原曲のイメージに近いかなっていう感じがしますんでね、ちょっと1番から2番に切り替えるところで、完全に音を切ってから入った方がいいかなっていう感じがしますね。結構いろいろな、まあ、地味ですけれども、いろいろな大事なテクニックが
いっぱい入ってる曲かなと思います。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、ということで本日は365日のソロギターで森のくまさんをお届けいたしました。ソロギタリストの城直樹でした。それではまた。